はい、こんにちは、レトスの小野です。9月12日の3問に入っていきます。留置権を行使していれば常に権利を行使しているため、時効の期間が開始せず債権の消滅時効は成立しない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ誤りですね。目的物を留置していても、債権の消滅時効の完成猶予もなければ、時効の更新もありません。そのため、留置権を行使しているだけでは、債権は消滅してしまいます。留置権の行使っていうのは、物の引き渡しを拒絶しているだけなんですね。代金債権そのものを行使しているわけじゃないんですよ。債権自体を行使しているわけではない。権利を主張しているわけではない。だから、時効の完成猶予もないし、時効の更新もないと。いうことなんですね。まあ、そのため請求などしないと時効の更新はないよということです。つまり債権の行使っていうのと留置権の行使は違うんだっていうことなんですね。あくまでも留置権の行使は物を留めておく、返さないでおくっていうだけで、代金債権の行使っていうのはお金を払ってっていうふうに裁判等で請求をすることを言います。まあ、この部分については時効の内容ですよね。時効の内容です。例えば時計の修理代金を所有者が支払わないことを理由に、時計屋さんが時計を留置していても何も請求せずに放っておいたら、時計屋さんの持つ代金債権は時効によって消滅するって話なんですね。まあ、理解するとふーんそうなんだって思うと思うんですけれども、私自身も初めはそうでした。で、このふーんそうなんだって思うことが記憶の定着につながってくるんですね。試験になって、あれどっちだったっけってならないように理解が必要なんですよ。理解をすることによって、あれどっちだったっけっていうふうに迷うことがなくなるんですね。理解できているから答えを自分自身で導くことができるんですよ。丸暗記だったら、あ、この場合もあったし、この場合もあった、あ、どっちだったっけっていうふうにもう勘になっちゃうんですよ。でも、理解があれば、ちゃんと論理立てて物事を考えて答えを導けるから、こういうことないんですね。なんで理解をしてくださいっていうふうにお伝えをしているわけです。なので、個別指導の受講者については、昨日、受講者専用のメルマガで動画をお送りさせていただいておりますので、そちらご確認いただければと思います。留置権だけじゃなくて、他の分野とのつながりも解説しているので、効率的に学習できます。で、現在販売している予想模試についても、このように理解しながら学習ができるような解説にしておりますので、まだ弊社の予想模試を行っていないという方は、ぜひ今からでも理解学習を実践してみてください。まだ試験まで残り1ヶ月以上ありますので、十分実力を上げていただけます。予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みください。で、問2ですね。宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合、A が契約行為等を行わない案内所に置かなければならない青年者である専任の取引士の数は1名以上でなければならない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。案内所で専任の取引士を置かなければならないのは、案内所で申し込みを受けたり契約したりする場合だけなんですね。で、今回は契約行為等を行わない案内所なので、専任の取引士、まあ、取引士でも宅建士ですね、は必要ないんですよ。1名も置く必要ないんですね。だから1名以上置かなければならないというのは誤りだということです。で、試験の作成者っていうのはこのあたりを狙ってくるんですね。なんで、まあ、個別指導の受講者については案内所等の考え方、これ別途ですね、合わせて、お送りさせていただきます。受講者専用のメルマガで、お送りさせていただきますので、その点ご確認いただければと思います。案内所については本当得点源なので、引っ掛け問題であっても何であっても、絶対得点しましょう。で、問3ですね。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に、付した条件に違反したものに対して、その許可を取り消すことができる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。知事は、宅地造成工事に関する許可に、工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件をつけることができます。簡単に言えば、条件を満たすのであれば工事を行っていいよ、っていうふうなことなんですね。で、その条件に違反するのであれば、工事を行わないでくださいということなので、違反するものに対しては許可を取り消すことができるということです。まあ、言葉の意味も具体例があればイメージしやすいと思います。この方が頭にも定着しやすいので、ぜひ具体例を使いながら頭に入れていきましょう。そして、今販売している予想模試は、
実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。